アビコそば食べながらこんにちは。どうもゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりフランだよ。ゆっくりキルノだよ。済んだもんなのだ。前回は中央線の遅延を抜け出して人生初の普通列車グリーン車に乗ってアビコに来たのよね。このアビコそばの唐揚げが想像の20倍くらいでかくて、うぶ主の山根くんレベルの井田としにかけるのぜ。まあでも安くお腹いっぱいになれたし万々歳じゃない。かなり鉄オタでごった返していて列が形成されてたよね。鉄旅の通り道として有名な場所だからなのだ。ということでお昼ご飯を済ませて成田線アビコ支線の列車に乗り込んでいくよ。乗車していくのは松戸所属の E231系0 番台常磐快速線タイプの車両だぜ。この車両って常磐線の区間だけじゃなくて成田線の一部区間でも走ってるんだね。 E231系めちゃめちゃ万能だからどこでも見かけるのだ。そしていつものキノコ型カチカチシート、触ってみるとその硬さが改めて実感できるよな。この電車は成田線成田行きです。次は東安房です。アビコ駅を発車だよ。この列車は東アビコ、湖北、荒木、草と停車して終点の成田駅まで各駅に止まっていくよ。この路線明らかに路線長長いのに支線ってのはなんかおかしいよね。実はこの路線もともとは成田線の本線だったので。でもなんでアビコ支線って感じで支線に格下げされてるの？実は成田空港アクセスが関係しててな。成田空港へ JR 線を通すとなると成田線を通る必要があって、成田空港から東京への最短ルートかつ線形もよく総武線へ直通できる成田から桜の区間が重要視されるようになり、成田空港開業後はそっちが本線となったのぜ。まあ要は空港開業で爪はじきにされてしまったかわいそうな路線ってことなのかな。本線の座を奪われちゃったのね。森戸の区間に入って常磐線と分岐していくよ。まあ分岐すると入っても東アビコくらいはほとんど平行に線路が走ってるけどね。なんかこの2段式の LED を見てるとやっぱり向こう側線思い出すよね。まあ沿線が沿線だからな。カタカナ表記がついている表示って多分関東のこの2段 LED くらいじゃないのかな。確かにあまり見かけないのだ。だいたい英語か日本語だもんね。印西市に入ってきて清卸駅に到着だよ。なんかパッと見だったら名字みたいな駅名だね。アビコ支線で多分最も読みにくいだろう難読駅、安食駅に到着だよ。この周辺には印旛沼があって、江戸時代に開拓をしようとして見事失敗したことで有名なのぜ。たまに教科書に載ってたりするのだ。なんか奥に高架の線路があるね。あれは、スカイライナーが日本で唯一160キロ運転を行うことで有名な、成田スカイアクセス線なのぜ。2015年までは、160キロ運転を行う新幹線接続のスーパー特急、ハッタカが運転していたんだけど、それがなくなった今だと160キロ運転を行うのはスカイライナーが唯一だね。予想だけど、多分次の日くらいに通りそうな気がする。成田線の別線と合流してもうすぐ成田なのぜ。ということで成田線アビコ支線に乗って成田駅に到着だよ。ここから先は京葉線の方に行くのかな。この駅からまたグリーン課金をしていくのぜ。やっぱり関東に来たならグリーン車はたくさん乗らないとね。まさかの乗車電としてやってきたのは鎌倉所属の E235系線番台、通称スカレンジ。新車のグリーン車ということもあって2時間前くらいに乗った常磐線グリーンとはまた異なった雰囲気が感じられるのぜ。まあもちろん2階席行くよね。成田駅を発車だよ。この快速列車は、紫水、桜、物井、四街道、津田と各駅に止まり、そこから千葉、稲毛、津田沼、船橋、市川と止まってくよ。新型車両ということもあって、グリーン車の案内装置には LCD が採用されていてとても見やすいよ。フリーストップ式のカーテンも搭載、柄は花柄なのかな？
背面テーブルもいつものグリーン車標準型で、ずっしりとちょっと厚みのあるテーブルとなっているのだ。高齢の鉄板はやらへんのかい。この車両、グリーン車で初のコンセントを全座席に設けてるらしくて、スマホ充電し放題。モケットもなんか高級感あふれるデザインになってるし、いろいろとすごいな。桜駅に到着して、総武線と合流。今日はちょっと尺の都合上、ここで切らせてもらうよ。いや唐突だな。本当は今回で全部回ろうかなと思ったんだけど、時間的に15分くらいになりそうだからね。本線から切り離された阿鼻子支線も面白かったけど、やっぱりスカレンジのグリーン車が意外に快適だった。次回はあの話題の刺激に行くのだ。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいぜ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。